とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。ボスラッシュをカバンビルドでやってほしいということですね。ありがとうございます。今、俺が持ってる装備で、まあ、最適なやつでカバンビルドを組んでみました。アーティファクトが、羽、カバン、カバンですね。で、武器が、ツタノムチです。で、防具は、輝くローブ。これがソウルダンサーでもいいかなと思ったんだけども、まあ、こっちの方が火力は出そうなので、こっちにしてます。で、弓は、魂の棒ですね。流れ込む魂が入ってて、羽ぴょんができるやつです。はい、こんな感じでやっていきましょう。それでは、サクッと倒しちゃいましょう。早っ。サクッといきますから。ちょっと矢が足りなくなる可能性があるので矢の補充はしっかりとやっていきましょう。やっぱりねショート合計じゃないので減るのは早いと思うんだよね。よっしゃー、いいね。あー、ここで地雷は避けたい。よし、一体はこのムチで倒しておきましょう。あ、やばい、矢が結構ないな。矢が結構ありませんけども、ちょっと補充しよう。 OK で、次は村人ね。よし、早い。ちょっと待って、ここだよね問題は。おい、見えない見えないぞ。よし、ちょっと待って、無知で倒していった方が確実な気がする。あー、いきなりのビームやめろ。どこだ、そっちか。あ、いた。はい、終わり。あ、変更ね。それは君、あ、ちょっと見えないって見えない。 OKまあ、ダイナモの鞭を入れつつ倒していきましょう。 OK 終わり。こんな感じです。カバンビルドでした。はい、それでは戻ってきました。結構早く倒せたんじゃないかな。やっぱり、カバンだけだとちょっと火力不足になることもあるので、プラスでツタノムチ、これで毒攻撃で倒していくと、さらに早くいけますね。そのためには、やっぱり流れ込む魂を弓につけておいて回復したいので、まあ、この構成がベストかなと思います。まあ、ボスラッシュ以外だったらば、ちょっとね、矢の数が少なくなるので、使いにくいと思うんだけども。まあ、ボスラッシュはこんな感じで、カバンビルドはいいんじゃないですかね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。